はい、音声チェックよろしいでしょうか。はい、皆さん、遅れまして申し訳ありません。こんばんは。令和2年5月23日、ボギーチャンネル。本日は、私、中佐の企画ものということで、始めさせていただきたいと思います。本当はですね、一週間ぐらい前からですね、ある方にお願いしてですね、ちょっとお願いできませんっていうことで、まあ、土曜日ならっていうことで、で、数日前にですね、そろそろ、どうでしょう、土曜日大丈夫ですかって言ってお願いしに行って、最初はですね、一人語りできますよねって言ったらですね、って言われてしまってですね、聞いてませんって言われちゃってですね、ああ、じゃあ、まあ、ああ、じゃあ、しょうがないですね、みたいな感じで、じゃあ、ちょっと私が、ネタ準備しますので、そこにちょっと入ってきていただけませんか、ということで、実現いたしました。皆さん、こんばんは。本日、土曜日の特別企画でございますけれども、ですね、もう、だいたいバレたと思うんですけどね、今の語り口でですね。ですね、本日の土曜日の特別企画はですね、本日は HK、却下マン、おきさよう成敗すです。早速来られたようです。はい。はい、こんばんは、HK さん、こんばんは。大丈夫ですかね？そまうずです音声ね。チェックからお願いしま聞こえます。す？あ、聞こえますか？大丈夫そうですね。今回は、聞こえますか？大丈夫そうですね。僕の声聞こえます？OK です。OK ですか？ OK 今で日はなす。んとか、OK です。よくけそうですね。今日はなんとか、いつもなんか、HK さん、なんか、とか言ってないです。いや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 、話つかないでく言っだてさたい。じゃないですか。話つかないでください。いや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 、とそかこはとちょっか、と。そこはちょっとなんいやといか。やいや。いやいや、なんかその辺はちょっと漏らしてくださいよ、みたいな。いや、ケイタさん、まあ。十分近いですよ。十分近いです、マイク。ああ、そうですか。大丈夫ですもう、か？十分というか、十二分なくらいに、マイク近づけてるんですけど。はい。大丈夫ですよ。今回、HK さんの声、ちゃんと聞こえてますけど、大丈夫ですけど。宮城さんが言ってんのか。もっともっとマイクを近づけてくださいって。今日はだいぶ、HK さんの音声、私の方にはしっかり聞こえてますけど、なんか、HK さんの声がいまいち皆さんのところに届いてないみたいですね。もう十分というほど、もう、ちょっと喋ったらマイク多が、分、HK さん、腹の唇底がか出らるでぐすらいね。に、あ、はい。腹の底からもっですと、ね。大きい声で、成敗って言ってみ腹てくのださい。底、これぐらいでしょうか、これぐらいでしょうか。あ、口それぐのらいでお願いします。中には入らないんですけれども、唇に当たるか当たらないかぐらいに近づけてますけれども、大丈夫ですか？大丈夫だと思うんですけど、視聴者の皆さん、HK さん、すごく生真面目な方ですけど、生真面目な方ですから、あんまりちょっと、要求のあれが過ぎると、HK さん、本当にマジにやっちゃいますので、ちょっとその辺は、加減でお願いいたします。いや、なんか、ねえ、声が小さい、声が小さいってみんな言っちゃうと、HK さんも困ってしまいますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いよろししいでます。しょうか？はい。では、よろしくお願いします。まあ、今日はですね、HK さん、沖縄にせい、沖さように成敗を下すというタイトルでいきたいと思うんですけれども。はい。まあ、HK さんといえばですね、こちら、沖さよ退治の専門家ということで伺っておるわけなんですけど。違う。専門あ、家違といううんですほどか？ではない。いや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 、あんまり好きではないけれども。スイッチが入った時のね、スイッチが入った時の HK さんのね、変わりようというのをね、私いっぱい見てますのでね。そうですか。いや、なかなか怒らせたらいけない人だとは思ってますけど。はい。ということで、話。はい。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。あれ、もしもし。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですはよ。い、大丈夫ですね。はい。じゃあ行きます。まあ、ここからはちょっとね、左翼注意ということで行きたいと思うんですけども。ですね、この写真からまず行きたいんですけども、こちらですね、
2015年だったかな。私が沖縄に初めてってわけでもないんですけども、沖縄に行った時に、一人でちょっと首里城にちょっと行ってきた時の、お撮ってきた写真なんですけどね。お、ほで、ほほ。これ2015年の時の写真です。なんかね、在りし日の首里城の写真なんですけども。あ、大丈夫ですか、いつきさん。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？はい。なかなかなんか、はい。いい天気に撮れた写真だなっていう感じですね。この時すごい晴れでしたからね。で、結構ね、中の、なんか、琉球の王様の玉座でしょうか？の写真とかも結構綺麗に撮れたかなと思って見てるんですけどね。うん。これ2015年に行った時の写真なんですけど、まさかね、これがね、数年後にこんなことになるとは私も予想もしてなかったんですけどね。全くですね。ね、本当に沖縄の方としては大変なね、ことだとは思うんですけども。はい。うん。出来たての頃に行ったんで、これ見た時はもうまさかって思ってびっくりしましたけどね。うん。うん。ですよね。いや、こんで、なんですが、うん。まあ、ね、あの後、そういえばなんですけど、ここをね、いつけさんに質問したいんですけど、ところでなんか、最近ちょっとコロコロさんの影響ですっかり忘れ去られてる感があるんですけど、なんかそう最です近首ね。里城募金の方どうなりました？なんか、使い道をなんか県民のアンケートで決めるとか決めないとかなんか、ごたごたやってたのは覚えてるんですけど、それが去年の末ぐらいの話でしたけど、最近どうなってるんですかね、これ。うん。多分ね、皆さん知りた最がってると思いますよ。近、那覇市のホームページ見たら、はい。首里城火災に対する支援金のに関してお礼とかなんかいろいろ載ってますね、那覇市のペ那覇市の、ホームページに、まあ、お礼申し上げますみたいなの載ってるってことなんですね。ージ。ラプテンさんから募金とかまだやってんですかっていう質問も来てますけど。どうなんだろう、まだやってるのか、なんかもうコロナの影響で忘れ去られたのかなっていう感じなんですけどね。ですよね。なんか、その後の続報が全然来ないんですけど、なんか結なん局、か首里城国火に災に預け対るすのるかどう支援なるののかっていう話で。お礼ってことで、じゃあ結局の話は、このもらったお金をどう使うのかっていうのがまだ、那覇市では皆様からの支援金を受け付け、首里城の早期の再建に向けた復旧復興に取り組む沖縄県等へ送金しますっていうふうには載せてあるんですよ。ああ、なるで、ほこのど。首里城火災に対する支援金ということで、そのペーはい。ジの更新日が5はい。月22日、昨日。昨ああ。日の日付になってるんですよね。うん。県に寄付送金してもどうなるんだろうってのも見えないですし、ええ。そもそも そもそもこの首里城ってのが国営沖縄記念公園っていう、その国の所有する公園の一部であって、で、国から管理されてたもんだから、じゃあ県とか那覇市がその復旧とかにどこまで携われるんだっていうのが見えないから、どうなるんだろうってよく分かりにくいですね。そうですよね。うん。はい。まあね、私のね、県外の私からすると、またこの首里城がまた見れたらいいなとは思いますけどね。まあ、いつのことになりますかと思いますけど、ただなんかせっかく集めた募金がなんか、
どこに使われたかわからないじゃねえ、ちょっと困りますよね。はい。そうですね。あとは、この首里城に関しては、復元するんだったら、前の赤い感じのお城でやってほしいんですよね。一部の保守と思われる方々が、この時言っ点てでま取すられね。た首里城の、いつの、首里城なんだけれども、ちょっといつの時点で取られたものなのなんかか戦よくわ前からのない。首里城ボロとかボいロうの、話でしょ？ええ。ボロボロの首里城の写真出してきて、首里城はこうだったんだ、言うんですけれども、じゃあそれ通りにやるか、やってほしいかって言えば、これはもう、あまり賛成できないですね。ですよね。私も個人的にはそう思いますね。だって、首里城自体、そもそも、かれこれ、今回のも含めて5回燃えてるんでしたっけ？そですよう、ね。5回だも燃えかてら、て、じゃあその一部の人たちがその出してる写真っていうのがいつの時点で復元されたもので、復元されてから何年経ってるかっていうのがよくわからないですよね。首里城なんだろうっていうのはわかるけれども、ところどころ塗装が剥げてるように見えてたりとかするんで、そのように見えるのはあくまで推測なんですけれども、この昔使っていた、昔も赤い塗料とか使っていたかもしれないけれども、その当時の技術で常々いつまでも赤く残る ものではなくて、年数が経つと色あせたりとか 色あせたりとか、あるいはいろいろ事情があってメンテナンスできなかったとか、そういうのがあるからあんな風な写真みたいになったんかなとは思うんですけれどね。ちなみに聞いた話なんですけど、よく保守の方なのかなんかわかりませんけど、この建て方はこの前の、焼ける前のこの首里城、正殿は中国風だとかなんとか言ってたみたいですけど、この正面の、この破風って言うんですかね。この破風のこの作りはどちらかというと東大寺の様式みたいですよね。だから、そうですよね。中国式の破風じゃないっていう指摘もあるんですよね。だから首里瓦が城赤いに、から赤だからあの国っていうのはちょっと短絡的じゃないかなっていう気はするんですけどね。それを言うんだったら、県外の赤い建物も中華風なのかっていう話になっちゃいますね。ですよね。ですよね。というこそうでとすで、ね。次の話題に行ってみたいと思うんですけどね。まあそんな焼けちゃった首里城なんですけどね。不届き者もおったみたいで。これ本当にちょっと原因成が敗していただきたいなと思うんですけどね。不届き者がおったということで。わからないと、これ勝手に首里城を持ってっちゃったみたいで。県首里外から来城てを何持っやってんだってて、やつですけどね。T シャツを作るとか言ったりとかした人、マスクを無料で配るとかいうイベントもやって、やったというか、やらかしたあの人と同じことですね。ですね。この人もやらかしたっていうか、普段からやらかしまくりなのかっていう感じですね。ですね。普通だったら、このツイートは、去年の10月ですよね。首里城が焼けた後、確か現場検証中かなんかの日の時だったと思いますよ、これ。だこから、ほんとれ、10月頃のやつですあ、ね。これ、落ちてるんだったら、本当に首里城のことを
まあ、いろいろ人によって考え方あるんでしょうけれどもね。あるんでしょうけれども、自分だったら、もうこの焼け跡っていうのは、なんか、消防とか、なんか警察、あるいは警察とか、この火災のことを調べる人たちに託して、ちゃんと調べてこの破片から調べてくださいというふうに言って渡しますけどね。ですよね。まあ、そもそも今回ね、火災原因についても、なんかよくわからないまま、うやむやにされてる感もありますしね。これ普通だったらもう知事だったらちゃんと調べるって声上げてもいいはずなんだけれども、本当にこれでちゃんと調べるって、まあごねるっていうか、そこでもう怒りをあらわにしてもおかしくないんじゃないかなと。いや、そうするべきだろうっても思うんですけどね。まあでもこれ、もし知事が保守系の知事だとして、あの時点での同じように調査が上がっても、原因は突き止めれないっていうから、突き止めれないで知事が分かりましたって言ったら、多分地元のマスコミとか、ですよね。地元の団体とかって、知事はこれでいいと思ってるのかって散々もうバッシングしてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこすんよなね。もしもっていう話するのもどうなのかなと思うんですけれども、だって結なの局なんで、か火災報知器が作動しなかったっていう話ですけど、どうも原因はね、切ってたんじゃないかっていう話に行かずに、いやなんかもっと火災報知器を設置すべきだったっていう話に、なんか、ね、国が設置しておくべきだったとかいう火話に災ね、報すり替知器わってがたっていう正話聞き常ましにたね。動かなくて、動かなかったんだったら、数の問題じゃなくて、なんで動かなかったのかっていうのも調ですべよるべね。きなんじゃないかなと思うんですけどね。ですよね。まあ、そういうことで、ね、HK さんとしてはね、今回、この一件はね、まだまだね、調査が不十分であるから却下ということで。いやもう普通に、これ知事がこんなのじゃな、県民納得できないって言って、知事が却下すべき案件なんじゃないかなとも思うんですけどね。ですよね で、その知事なんですけど、まあ、今回のこの火災とかコロコロさんの一件で、ちょっと忘れ去られてないこの一件っていうのがあるんですけどね。そういえば、デニーさんのあの疑惑についてはっていう話でいきたいと思うんですけども、あの疑ね、惑。皆さんも、覚えてらっしゃる人も多いんじゃないかと思いますけど、このお写真ね。このお写真。これ。これ。これ、そうですね。デニー知事のもう肝煎りの会議、万国診療会議ってことで、その万国診療会議を受託する人たちが、その契約日の前に集まってたと。で、これを自民党系の議員に対して、自民党の議員の方に、県議会でつつかれて、もう炎上したという、ことですね。なんか、万国診療会議、知事の、要はもう知事の取り巻きが、集まってくっちゃべって、で、年に4回か5回、
で、まあなんそれでか、結構な。バンコク診療会議ってやる意味がよくわからないんですけど、招かれた人も、なんか、ねえ、あっち系の方で、なんか、あっち系の方だけ集まってなんか話したっていうだけじゃ、なんかねっていう私はする気がするんですけど、どうですかね。この会議のメンバー、マスコミはもうあまり触れてないんですけれども、大学の教員が2人いるんですよ。男性大学との女教性。員？はあ。なるほど。この男性と女性、夫婦なんですよ。ああ、ご夫婦。なんか、ご夫婦、そう。なんで夫婦が選ばれたんだろうって思ったんですよね。これ、ですよね。単なる偶然じゃないだろうって思ったんですよね。ですね。このお二人、Facebook 見たらその夫婦ってわかるんですけどね。いや、さすが HK さんの調査能力の高さといいますか、なんといいますか。ね。HK さんの手にかかると逃れられないというのがよくわかる話でございますが。たまたまもう本当に調査能力とか、まあ調べるときは調べますけれども、そんなに、一応、誰もが調べようと思えば調べられることなんですよね。まあ、そうなんだでからすけそんど、なに。まあそこ、まあ、でも、なかなかね、そこまで気がつかないというか、いう、なんかそこれの、なんも、かね、HK さんのその回転の速さというのがすごいというところなんですけどね。前祝いなんですよね。この写真で、卓のテーブルの、右側、奥にいる人右。が、奥にいる男性が、この写真をうっかり流出させてしまった人なんですよね。ですね。で、この人って、同じ店で撮ったんじゃないかなっていう写真を、他にも、まあ別件と思われる写真を何枚かも上げてたんですけれども、ほうほで、それをなんかこの騒ぎが起きてから、それらもはい。ちょくちょく削除してるんですよね。です、みたいですね。同じ店と、で、と、別件でその店に来た時に撮ったと思われる写真も消してます。で、右の奥から2番目。この若い男性。これがさっき話した、夫婦で、参加し、大夫婦学の。で、委員を務めてる方の方々の旦那さんの方旦那でさんすの。ね。で、これは、で、真ん中にいるのが、受託業者。このバンコク診療会議を受けた業者の人の、本社みたいなところが、本社みたいなところの責任者。で、デニー知事のそばにいる女性が、その受託した団体のもう沖縄の支部の責任者、この人がこのつつかれる前後、この問題が表に出る前後あたりのタイミングで辞めてるんですよ。ほう。これもなんか県から事業を受託した人、受託する団体が失業者出してるっていう、ある意味も問題っちゃ問題ですね。で、ですよね。この先ほどの夫婦で参加してる
大学教員の男性、あ、じゃない。この右側の、右側の、受託してる団体の、女性、本部の女性のそばで、なんか、賑やかに、口開けて楽しんでる男性。なんか、蝶ネクタイっぽ、右ネクタ、の、あ、つけてないかい。写真で、顔、ちょっと、来てる、あそこの、右の端の方ですよね。男性の方。右の端ではないしてる。右からか、右ああ、ごめんなさい。から数えて1、2、3、4番目。この人が、県の職員なんですけど、すごいですよ、これ。知事の、なんか、秘書の方らしいんですけれども、秘書の方、知事の娘さんの例の旦なん那。か、娘婿さんでしたっけ？そう。義理の息子。ですよね、ああ、なるほど。あ、なんか、ありましたよね。そういえば、なんか特別職について、年収そこそこいただいてるとかなんとかっていう話。県民の時そうで給1000す。円はまだかっていうのに、娘婿さんの方は さっさと就職できていいねっていう話があるっていうやつですよね。そうですね。もう、なん県か民こう、のこの写意識真と1いう枚でよりかなも、り語れますもんね。これがもう、沖縄のもう、県政の、デニー県政の闇を表してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほどね。大体なんかこれだけ、なんか、なんていうんですか、なんか、これでデニーさん何でしたっけ？この会にはなんか誰が参加してるか知らなくて、行ったら知ったとか、なんとか言ってたっていう話でしょ？でも、うここまざでけそんなよ。の、なんか関係、濃厚な関係者たちが集まるもんですかね？という気はするんですけどね。もう、ある意味これもう濃厚接触じゃないですか。うまいですね。もうこんなに関係者と濃厚接触して知らなかったで済むかって思いますね。そうですよね。本当に濃厚ですね。ありがとうございます。まあ結構ね、HK さんの語りがすごいので、なんか、かれこれ30分もこの語りでは語ってるんですけど、次行きましょうかね。いいですか？で、まあ、次の話題についてなんですけども、まあ、次はね、ちょっと、さらっと流していきたいなとは思うんですが、ちょっと間違えた写真を。HK さん、すいません。何か放送事故が起こったようで 失礼いたしました。あれ、私のエラーかな？まあ、気をなん取りか直エしラーて。が突然。あれ、HK さんが出てるからって言って、なんか HK 電波が炸裂したんでしょうか？ まあいいや。まあ、行きたいと思いますけど、次の話題はですね、フェイスクリーンの話題でございまして、まあ、このあたりからちょっとね、話していきたいなと思うんですけども、まあ、最近なんかその、だいぶフェンスね、汚損行為が減ってきたとはいえ、結構前はひどかったですよね。本当に。本当に今は減ってます。まあ、下火にはなってるようですけど、本当にひどい時はひどかったですからね、こういう状況で。ちょっと目い線入れやー、させていそうたでだきす。ましたけど。統率やめなさい、おばさんということで。私もちょっとフェンスクリーン何度かさせていただきましたけれども、結構ね、なんかこういうタイプ、こういう四角くなんかね、ベターっと貼ってるやつだったら、なんか持ち手が、
持ちやすいので、結構剥がすときも多少は楽なんですけど、このタイプが結構大変でしたね、私は。もうひどいのになると、このなんかなんていうんですかね、この持つところがほとんどないような、ような状態で放置されてたりとかするから、もう剥がすのが大変でしょうがなかったって記憶があるんですけど。はい。まあ、剥がうん。すんだったらきっちり剥がさないと、ええ。あれなんですよね。跡が残るんうん。で。まあ、うん。一部なんですけれども、剥がしたいっていうふうに活動するんだけれども、この大きい部分をああ。剥がして、この金ええ。網の、針金のああ。部分は残してしまうっていうやり方もしてる人がいたんで、それはなんかちょっと困るなっていうふうに思いましたね。まあそういうのもありましたね。目立つところをやればいいんじゃなくて、その巻きついてる針金についてるちょっと細い部分とかもきっちりやることが大事だなっていうふうに思ってたんで、はい。ねえ、まあであもとね、私がね、嫌な思い出あるのこれなんですよ。どれですこのか？タイプのテープ、なんかすごく粘着力が強かった記憶があるんですけどね。これ。なんかこのそう黒ですね。白、時間が経つとすごい固着してた感じになってませんでした？ですね。でね、しかもね、なんこか。れ、皆さんあれなんですよね、結構ね、粘着面は裏側に残ってるので、裏側に結構ね、虫がね、取り込まれちゃって、取れないとかいうこともあったり、もうそこで死んじゃってるとかですね。結構大きい虫が絡め取られちゃったりしてたこともありましたよ。はい。これびっはくりしたのは、もナナフシが絡み取られてたのもありましたね。う、わお。なんまあ。で、こういう、ムチヅタカラっていう人たちは、こういう小さい命のことも考えられないっていう、本当にひどいなっていうふうなことを思わされましたね。まあ、あ自分と、たち私がの良け中れの、ばいい。ですよね。まあ、私の中のね、印象深い写真、これなんですよね。こちら。ね、で、貼ってる人、剥がす米軍の兵士さん。で、注意するだけの警察官。で、その後ろにいる、この人。ね、心そ理の写後ろ真ですに、ね。その後ろにいる、拡大すると、こんな感じ。まあ、どこの新聞社かは、まあ、腕章でよく見えますけどね。ですね。はい。これ新聞社の人間ですね。ですよカね。メラマンっていうか、これ、わざわざこの場所にいるってことは、なんか赤いものを持ってる女の人、これがフェンスを汚してる行為やってる人なんですよね。たまたま新聞記者がたまたまそばを通りかかったから、じゃあ取材しようってことで降りれる、車で通りかかってたまたま降りれるっていう場所でもないんですよね。ですよね、ここ。駐車場はそうで、下の方にありますけ一応ど、なんか下にあるんですけれども、だからこのやってる人たちと新聞社っていうのはもういついつフェンス放送にやるからってことで、事前にやり取りしてからこんな場面になったっていうふうに考えられますね。もうね、だって、まあ私、まあこの現場には私いませんでしたけど、高江でね、こいつらの顔はもう一生忘れんめと思ったんですよ。高江で違法のね、検問にあって40分ぐらい軟禁されてた時、後ろでニヤついてたこの二人の顔を忘れんめと思いましたけどね、私は。
これ。HK さんがチョークさせてくれましたけど。こはい。れ、このさっきの、うん。カメラマンとこの今のはい。写真の左側はのい。人は同じ会社ですね。ですね、はい。で、帽子かぶった右側の人はもう一つの新聞の人ですね。はい。うん、うで、このん、左側の人は、うん。うん。2、3年前までは、2、3年前は那覇にいましたね。多分、この中部か北部か担当から那覇にはい。回されたのかなっていうふうに思われますね。うん。うん。ですよね。まあ、なんいか、やー。ね、なんか僕らが、車で通ろうとしてるところを違法検問に出くわして、なんか帰れ、通さんぞ、みたいな感じでやってる時に、後ろでニヤついてて、名刺交換してたやつらですけど、はい。まあ、そんな感じですね。まあ、だからね、結局、まあ、辺野古で、のテントに行けばね、プレス席があるぐらいですからね。はい。これ新聞社の人間ですよね。はい。で、中佐がその場所にいたってことは、あうる意ん。味事件じゃないですか。普通ねえ、にですよ。車で通はい。ろうとする人を、はい。通せんぼして、はい。何も権限もないくせに、はい。事件なのに、ニヤニうヤしてたって、ん。ええ。記事にはうん。なってないですよね。その、当うん、選なっもてさないれでするっね。ていう被害にあった。うん。うん。いちなみやー、に、本当に。私が被害に遭った日、どちらの、新聞社も、ツイッターには、なんか、高江であった出来事には、一切この件については書かれていませんでしたけどね。はい。うん。なるほど。まあ、そんなことがありましたよ。うん。ニヤニヤしてた。やっぱりうね、ん。うん。これだから百田直樹さうんに沖縄の新聞は潰さんとあかんとか言われるんじゃないかなって思うんですよね。そうですね。うん。まあ、まあ、潰すっうん。てのは、うん。まあ、潰すって言いのは過ぎちょっにしと、ても。言い過ぎとしても、じゃあその言い過ぎな表現をされる理由は何だろうって、こういうところにあると思うんですよね。はい。まあ、ですね。まあ、ドラコンさん、来ちゃんたいと同類です。だからでしょ。そうですね。同類だからですかね。まあね、でも、まあ、それぞれのね、新聞社にも、まあ、ハートフルな記事書く方もいらっしゃったりはするので、すべてがすべてってわけではないにせよ、なんか、政治面とか社会面になると、ね、左急旋回するのはなぜだろうっていうのはありますけどね。本当こに。の人はまともだろうって思われる方も、うまあ、何名かはん。いますけどね。はい。うん。うん。うん。いや、うん。で、ぴょんといよいよ。さん。ぴょんとさん、さっきのこの写真のことでしょ？これね、あれなんですよ。車で通ってるときに、要は、検問にあってて、僕らは車から一切出なかったんですよ。まあ出たら何されるかわかんないし。で、まあ、要は車ロックして、車から出ないように、降りないようにしてて、で、後ろを振り返ったら、こいつらがニヤニヤ立っとったっていうので、ビデオカメラで撮ったっていうだけなので、はい。なのはいではい。という状況なので、撮られたこ、あの写真を撮って、たことで奪い取られるということはなかったですね。まあそんなことしたら本来犯罪ですけどね。そんなことしてきたまあ、ら。うこの左側の、ん。うん。この記者、帽はい。子かぶってない方、はいタイはい。ムスじゃない方、うん。言っちゃった。この左側あ、のいいの？タイいいんムですか？スみじたいゃな。ない方の記者さんね、うん。もはい。う目線が外された状態の顔を見たことありますし、何よりももう、うん。
ご本人も近くで見たことありますけどね。はい。はあ、なるほど。まあ、普通に記者っぽくしてるけど、まあ、記者の仕事してるけど、もう、お前がこんなだったってのわかるぞって思いながら見てましたけどね。はい。なるほどですね。ありがとうございます。本当に。まあ、ね。まあ、次に行きたいんですけども、まあ、そういえばといえば、ね、またちょっと話戻って、ね、この方の話題に行きたいと思うんですけどね。こちらの方。まあ、なんか、話によると、ほら、何でしたっけ、まあ、5月、5月15日で、まあ、沖縄復帰、今年で48年になるんですかね。まあ、なんかこのメダルの件で。ね。このメダルの件で、なんか某テレビ番組に、ちらっと出てらしたそうで、この方。はい。まあ、小学校と名前は伏せさせていただきますけど。この記念メダルの行方ってことでね。思い出したぞ、思い出したぞ。あの小学校の、裁判所の近くの小学校ですね。はい。どことは言いませんけど。ぎふんぎふん。いや、まあ、なんもう。か、なんか、噂によると、まあ、まあ、世間には、同じ顔の人が3人いるなんていう言葉もありますからね。なんまあ、か、そうですけどね。なんか、同姓同名の方が去年ぐらいになんか、北部訓練所に6人で不法侵入して、なんか警察官に対してなんか公務執行妨害で逮捕されたっこていのう先話生がありましとたけど同ね。じ名前の方が、まあ、同姓あく同まで同名。姓同名の方ですからね。年齢とかもどんなんですかね。同じだっいや、たら。どうだったんですかね。年齢も一緒。名前も一緒となると、すごい一致点だなって思いますね。まあ、すごい偶然があるなと思いましたけどね。なんか、まあ、最近、フェンスのね、汚損が、少なくて何よりではあるんですけどね。まあ、そのまま下火になってくれたらいいなとは思いますけど。またやったらやったで、ええ。また立ち上がる人がいるんで、綺麗にしようって動く人がいるんで、まいると思いますあ、んで、まあ、でもこれをやったことで、保守側がもう盛り上がったから、もう、かまどの会、普天間爆音訴訟団、あの人たちはもう、相当、左の同じ基地反対の仲間から、お前らが、テープでやるから、ネトウヨが余計盛り上がってるじゃないかって、叩かれたんじゃないかなって思いますけどね。まあ、あれもありましたよね。辺野古側の方のフェンスも村に行ったら、辺野古の地元の住民から 苦情が来たっていうのもありましたよね。遺族の住民の方から。で、テントの方と関係ないのに、テント側の方に地元の方から苦情が来て、で、結局、なんか、行き場をなくしたという噂もありますけど。でも、行き場はどんどん、まあ、まあ、こういうのがない方が一番なんですよね。ね、まあ、ね、フェンスは綺麗なままの方がいいですしね、汚されない方がいいですし、あれ、フェンスを汚されるだけじゃなくて、結構足元に
なんか空き缶やら、なんか飲みかけの飲み物やら、なんか紙くずやら、いろんなもん捨てていってましたからね。本当に。困ったもので。まあ、はい。空き缶とかも基地の中にはい。投げつける、捨てられることええ。もあったんですよね。テープがはい。貼られてる時に。はい。で、あくまでまあ聞いた話な。まあ、はい。この、実際に自分が見た範囲では、その空き缶が投げ捨てられてるのも見ましたと。で、この空き缶はビールの空き缶もあったんですよね。ビールのええ。空き缶。はいはい。で、こっちからちょっと聞いた話になるんですけど、この投はげい。た連中は、投げてうん。車で帰ってたと。で、その車がちょっとはあ。ヨタヨタしながら走ってたっていうこあとも聞いたことはありますね。あ。ああ、なるほど。はい。はい。ビールまあの空きね。缶を投げたうん。人たちが、うなんかヨん。タヨタ運転してたっていうのも聞いたことありますうん。うん。ちなみに映ってるね。のはなんかちなみに映ってるのはボギーさんが確かフェンスクリーンたちを終えて帰るときになぜかカニ歩きでずっとついてきたおばさんっていうことらしいんですけど。なんか別名インペーダーおばさんっていう名前がついてたみたいですが。なんかいましたね。懐か しい。はい。はい。ちょっと自分はま、実物は見たことないですが、はい。はい。はい。なんいかや、目いました撃ね。は一回だけだったみたいですけどね。まあ次の話題一に行きたいと思回いだますけけでど。も、はい。まあ一回だけでもね、あっち側にはなんかいっぱいキャラが立つ人たちがいっぱいいますけどね。まあ次はちょっとハートクリーンについて語りたいと思うんですけど、だいぶなんか時間も来てますね。ほら、まあハートク結リ構。ーン、ハートクリーンというと、なんか、これね、この写真、私がね、初めて大山ゲートに行った日に撮った写真なんですけどね。あの頃に比べたら、今だいぶ人も少なくなりましたねって気がしますけどね。この頃、ほぼ毎日やってませんでした？毎朝というか。そうですね。はい。毎朝やってましたね。うん。いやでですよ。本当にこちら側になんかカメラ向けたりとかするやつもいましたからね。もうこちら側にこのハートクリーンの側に参加してる女性とか子供に対してですね、もうニヤニヤしながらもう舐め回すような目つきしてカメラを撮ってる活動家もいましたからね。そので、ニヤニヤしながら女性を舐め回すようにカメラを向けてきた人はこの人じゃないですか？そうです、そうです、そうですよ。この方も最近見なくなりましたけどね。別の活動に行っちゃったみたいで。そうですね。Facebook の更新もいまいちのようで。なんか琉球独立とかなんかそういうことをちらほら書いてますね。はい。それはそうと、HK さんの中ではこの方との思い出の方が深いんじゃないですか？あ、とかいうか、この方。この方。この方と他結構楽しんでたという噂が。なんかもう、HK さん、この方となんか、他結構楽しんでたという噂があるんですけど、私のいや、中では。車が何台か止まってるかってチェックしてたら、もう、見てください、見てくださいって叫びながら、見てくださいって叫びながら、言いながら、だからもう見ながら、見てくださいって言うから、見てたら、お前何やってるんだとか言われて、肖像権の侵害です、プライバシーの侵害ですとか、なんか、そんなわけのわからないことを叫ばれましたね。はい。もう、
まあ唯一のね、まともあの時結さっき構、のえ？さっきのあのメガさっネきのの。男が、はい。変えなくていいですけれども、さっああ、きの変えなくメていいガけネど。の男がカはい。メラで撮ってるのに、じゃあこっちがカメラはい。を向けたら、はい。撮らないでくださいってわーわー言ってましたからね。自分はい。なんかが撮るのはいいけど、撮られるのはダはい。メだと。はい、そう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 。こんな感そうじででしすょうね。か。はいはい。はい。で、ちなみに、そうですね。このなんか、結構最近はしなくなりましたよね。でしたけど、一時期、大山ゲート、こういう状態だったでしょう。なんていうか、彼らが車でやってきて、ね、ここに止めてたでしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。そう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 。そうです。ね。要は、路駐状態で活動してたっていう話ですもんね。で、米軍が占領するのは許さないと言いながら、自分なんかは行動を占領してますもんね。そうですよね。で、ちなみにですね、ちょっと最近古い写真引っ張り出してきて見つけた、久々に見つけたの、この写真と思ったんですけどね。ちょっとこの写真紹介しときたいなと思ったんですけど、こちら。こちら。何の写真かわかります？いやー、これひどいですね、本当に。ええ。まあ、ちなみにね、なんかこの写真についてね、これ、これは、亀甲墓の近くですよそうね。そうそう、お墓はの、お墓に、沖縄のお墓っていうのはちょっと県外とは違った形してるんですけれども、まあこの、あの辺にはお墓っていうのがいくつかあるんで、この階段を登った先っていうのが、お墓だっていうのを確認してるんですよね。で、このお墓っていうのはもう結構広く、面積が広く取られてて、毎年、お墓ではシーミーってことで、まあ、この時期にはもう、この時期じゃないな、4月とかにはそのお墓の入ってる方の、息子さんとかお孫さんとか、まあ、親類の方が集まって一緒に食事とかやって楽しむんですけどね。で、このお墓のところで何をしてるのかと思いきや、このちょっとズボンが下がってますよね、この方。活動で、家の方、はい。はい。ズボンが下がってて、手を前に持っえていってる。え。はい。で、このでせん、後頭部見る限り、はい。男性だと。はい。男性がこんなズボンずり下げて、手を前に持ってって、ってことは、やっぱり用を足してるねえ。んだなっていうふうにいや、だっ思て、いこまのす。写真、よーく見るとね、なんか、向こう側、放物線っぽいものが映っとるんですよね。動物 園よーく見ると映ってません。お草墓かのな？前わかりに、ませんけど。お墓の前で、いや、佐々木店長、年寄りなので近くでも、そこはまあ普通に人として、まあ年配の方だったら、やっぱり若い方の模範にならないといけないっていうのもあるじゃないですか。まあ右とか左とかそういう政治的な考え方以前に、それをね、お墓の前で用を足すってのはもうちょっとありえないなって思いましたね。ちなみになんか、一応、いや、なんか、話に聞くと、あちらさんからは、なんかその、
ね、実はそのズボンの裾上げっていうか、それを直してただけだという話は聞きましたけどね。一応、言い訳なのか、そういうふうな、主張はされてましたよって話で。一応、紹介だけ。私もそれらしき場面見たことありますよ。ハンドクリーンのメンバーからハイジってニックネームつけられてた人が前をうろちょろ歩いてたけど消えたと。どこに行ったんだと思ったら裏の方に、あの辺りの裏の方にお墓があるんですけど、そこのお墓の塀のところに向かってちょろ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 って音がしてるんですよね。なんか誰かがこの辺の草木に水をかけてるのかなって思ったんですけれども、違ってましたね。ってこともありましたよね。それを見てたら、お前ら何見てる、年寄りをこうやっていじめるんかっていうふうに言われましたけれども、いじめてはいないけど、っていうか年寄りも、年寄りとか若者とか関係なくして、お墓に向かって用を足すってのどうなんだよって、もう思いましたね。まあ結構で、巡回だいすぶる、時間も、そうですね。だいぶ時間もた、あれですけどね、なんか、HK さんの話が尽きないという状況ではあるんで、ちょっと飛ばさせていただきたいと思うんですけどね。まあ、ちょっとね、話を変えて、ちょっと一気に辺野古のテントのところまで話飛ばしたいと思うんですけど、今日結構ね、いろいろ写真用意してたんですけど、なんか結構、HK さんの語りが すごいので なんか、ついつい皆さん聞き入ってそうるでとすいうね。状態なんですけど、ちょっとね、飛ばさせていただきたいんですけどね。まあ多分、沖縄県の方として、まあこの人にはね、一言よた、沖縄県民としては一言言いたいんじゃないのかなと思うので、ちょっとこの写真を出させていただきます。こちら。ちなみにこれ、私ツイッターで出したことあるんですけど、ツイッターで出したら、これコラじゃないよねって言われたこともあるんですけど、いや、コラじゃないよって言って別の写真も出したら、ええーって驚いてた人がいましたからね。本当に。本当に、この人がこの場所にいるってのもありえないですし、周りの人が、それを、この人がそこにいるってのを受け入れてるってのをちょっとありえないなっていうふうに思うんですよね、本当に。いや、だっ結て、局、その、こん、この、この問題を引き起こした張本人ですからね。そうですよ。どう言おうと。本当に。この人がこの問題をここ閣ま議で引き決伸ばし定また。でして、最低でも県外って言って当選した、できなくて、やっぱ辺野古にする、ごめんなさいって言って、辺野古にするって言ったから、余計もうこの、おかしな状態になったんですよね。です原ね。因は全部ルーピーにあるんだと。ですね。この周りの人たちだってね、10年前とかは、10年前のゴールデンウィーク、この10年前のゴールデンウィークの前後っていうのは、この鳩山がもう、やっぱり辺野古にしますって方針転換した時期なんですよね。そんな時期に沖縄を訪れました。で、県庁で中山知事と、当時の中山知事と対談しますってなった時に、県庁前に集まって、黄色に赤い文字で怒りって書いたプラカードをええ、でしたよ何ね。枚も持って抗議してたんですよね。ですよね。この今のオール沖縄とかいう人たちは、
やってたのに、うそれを忘れたのかって、ん。うん。はい、思いまいすや、だね。から、うん、だから父ですのね、私心配も、する前に、あんたたちの記憶力とかを心配した方がいいんじゃないかって思いましたけどね。なんかその、なんかね、普通だったら、なんか、怒りそうなもんですけど、なんか、この人たちは結局、なんか基地問題を解決したいとか、そういう話じゃなくて、反対さえできりゃ何でもいいのかなっていうふうに見えてしまうんですけどね。おかしいんですよね。今、ちょっと休養で参加できないボリーさんが行ったときは、帰れ、お前が来るところじゃないって言うんですけれども、そういう言葉言いたいんだったら、こいつに、この鳩山にぶつけろよって思いましたね。はい。そうですよね。鳩山にぶつけたら、自分なんかはそれは文句言わないですし、まあ、人が来るのを追い出すってのもどうかなと思うけれども、鳩山の件に関してだけは、立場は違うんだけれども、納得、分かる部分はあるんですよね。ですよね。だありかがとうら、ございました。この、あ、いえいえ。あ、どうぞ、また語ってくだいえいえ、さい。この人が本当にいるのが不思議で、本当に不思議ね、とだっいうて、か、普通にいたりしますし、ねえ、なんか、最近、辺野古のテントの方は、なんか、露店販売してるかしてないかわかりませんけど、なんか、一時期、なんか、ねえ、なんか、方々か露ら送天られて販き売。た物資かなんかを露店で売ってたりとかしてましたけど、なんかそれをなんかね、買って帰ったとか言ってなんか自慢してましたよね、この人。ここに商取引が発生してるわけであって、その売ってる人はそこから利益を、売り上げをもらってるってことは、まあ、別の言い方をすれば所得があるっていうことだから、ちゃんと、税務署に申告したのかなってのが気になりましたね。ああ、なるほど。そうですね。まあ、露税店務の署許可も、もらってるのかという問題もあるって話もありましたけどまあね。そうですね。税務署もその辺ビシビシ取り締まってほしいですね。では、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、今日だいぶ用意したものの半分もやってない状態ではあるんですけども、まそうたの機そう。会にこれをまたやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくで、お願いします。最後になりますけど、よろしいですかね。まあ、最後ね、今後の、対談に期待ということで、よいしょ、あ、ちょっと待ってくださいね。こちら。まあ、今後の HK さんの、対決じゃなかった対談に期待ということで、私が期待してるのはね、この方との対談を期待してるんですけどね。なんか今ちょっとは、ボギーさんがね、お忙しいから、この対談が、いつ実現するのかなと思って、ちょっと、期待して待ってるんですけどね、私的には、個人的に。どうですかね、意気込みのほどは。どうなるんですかね、これ。もう、あの人はもう、なんか、あちら海外のかなり深いところに行っちゃってるなっていうふうに思うんですけどね。なるほどね。ちなみに最い近やー。私、これ買いましたよ。よいしょ。こちら。最近やっと届きました。自分の手元に。これ。まあ、これも、近いうちに目を通そうかなっていうふうに思いますけどね。まあ、ネットのルールとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、これは、なんだろう。一応自分も、
2000年、20年ぐらい前から、はい。SNS っていうもの自体が、はい。ものがない時代から、はい。いろいろネットを見てきてるんではい。すよね。はい。だから過激なはい。表現とかいろいろ話題になったりするけれはい。ども、はい。今はもうそういう広まりやすいツールがあるから、これが広まってるのかなっていうふうに見えますね。はい。うん。はこい。れが専門家、まあ確かに彼もいろいろ知ってる部分もあるとは思うけれど、ネットにはい。関しては、はい。まあダイヤルの頃からって宮城さんがあるんですけど、まあつなぐうん。ちょっとネットにつなぐときに PP 側がなんか言ってはいはい。た時代からですね。ダイヤルっぽですそね。のあたりはい。からはい。そのあたりからやってますね。はい。なるほど。じゃあ、HK さんに言わせると、俺のが上だというわけですな。まあ、いつか対談が実現すいるや、こ自とを祈分っがており上ますだっがていうよりか、 自分が上だっていうよりはい。かは、はい。君より上はもっといるぞ、もっといるんじゃないかって思う、あ、なるほど。ちゃんと認識してほしいですね。まあ、自分より、私より上の人もいるだろうし、たくさんまあ、いるだろうはい、し、はい、はい。まだ下も、上も下もまあ、たくさんいるだろうけれども、はい。まあそういういろんな人がはい。はい。いるってことを踏まえた上で、発信のやり方やっていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あ私りがもとうなごんざでいすまけしれど。た。はい。では、最後に、なりますけれども、またね、ちょっとね、今日用意したネタ、まだまだ公開できてないものもあるので、またいつかそう機です会がね。ありましたら、この企画またやりたいなと思うんですけどね。HK さんがおきさりを切るということで いろいろ自由に語っていただきましたけれども、まだ語り足りないところがございましたら、最後に、一言お願いいたします。はい。どうぞ。彼の、何でしたっけ、携帯の王子様でしたっけ、まあ彼が言うのも、まあ彼なりにいろいろネットを触って得てきたものがあるんかなと思って、参考にはなると思いますけれども、まあ彼とは違う立場の人からのこと、情報とかもいろいろ見てみる必要があるかなって思います。マスコミだって全部同じじゃないように、そのネットアドバイザーとか、モバイルアドバイザーとか、そういう肩書きの人たちが発信する情報ってのも、一人だけにこだわるんでなくて、いろんな立場の人の言うことを見てみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど。それはまあ、要は情報は偏らずに方々から集めようとそういうこそうとでそう。すね。そうです。はい、ありがとうございました。ありがそれとうでございまは、す。本日また締めさせていただきます。皆様、本日、長々お付き合いいただきまして、ありがとうご本当ざいにました。本日のありが企とう画、いございまかす。がだったでしょうか。はい。まいや、たね、ここまで喋るとなんは。か、えつけさんがここまで喋ってくれるとは思わなかったんで、私も いっぱいなんかネタ用意してたんですけど、えつけさんが喋り出したら止まらないっていうのがよくわかりました。はい。ありがとうございます。で、はい。なので、それでは、本日の、キャストの方終了させていただきます。土曜日でございます。明日は日曜日ですね。で、まあ、ちょっとボギーさんのことを心配な方いらっしゃると思いますけども、まあ、普通にボギーさん、今、お仕事の関係で忙しいというだけですので、まあ、そうですご心配ね。なくということで、お願いいたします。で、ですね。
チャンネルボギーの方で、ツイキャス、このボギーチャンネルの過去放送の方は順次アップしていきます。一応、一日一動画アップを心がけておりますので、皆様チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、ね、キンキンね、ボギーさんのお仕事が落ち着いたら、またボギーさんもおいおい出てこられるんじゃないかなとは思うんですけどね。実は、今日の二人の対談も、こっそり覗きに来てたりするかもしれないんですけどね。書かないだですけね。で。はい。はい。はい。そういうことでありがとうございました。はい。ありがそれでとうございは、まおしやた。すみなさいませ。あおりやがすとうごみざないましさた。い。ありがとうございました。